那我们今天先来看影片吧。它的那个播放器的那个是不是会变的？哇！所以你找得到那个素材的那个连载点吗？如果没有的话，你不用停播，因为我们等等马上就要交了。那今天是完结篇，所以今天影片比较长，整整半个小时。他这么猛啊！哇！这么独立的，我操！肯定家的娃的，今天上班不？今天啊？何ですかこれは。このメルヘンチックな内装、本当にここは魔王城なのでしょうか。クリアかな。ようこそ勇者よ、我が城へ。クリアか。私の名は魔王、暗黒世界の支配者だ。あれだ、魔王。そう身構えなくてよい。我はお前と争うつもりはないのだからな。もうなんかあれやな、幸薄そうに見える魔王が。長旅ご苦労であった。今夜はもう遅い。部屋を用意してあるのでゆっくり休むとよい。待遇がよい。油断させちゃってるつもりですか。そんな見え見えの前に引っかかるわけありませんよ。私たちはあなたを返し、レティシア姫を取り戻しに来たのです。さあ剣を 手に取りなさい。レトルトと勝負するのです。え、まさかお前たち何も知らされていないのか。どういう意味です。先ほど言った通りだ。我はお前たちと争うつもりはなく、その目的を阻むつもりはない。つまり姫は帰国に返すということだ。というか頼むから連れ帰ってください。お願いします。あ、何がどうなってるのかさっぱりわからないけど、戦わずに姫様を救出できるなら取り残したことはないですね。はい、そうですね。それで姫様はどこにいるんです。もちろん今すぐ焦ってやる。少し待っててほしい。帰るなよ。帰れ。私は絶対に帰らないよ。え、姫様ご無事だったのですね。と言いますか、今さ、今なんとおっしゃって。神。ウィンナー王国には戻りたくないと言ってるのよ。もううんざりなの。厳しいお稽古も、堅苦しいだけの礼儀作法も、退屈な王城も、政略局方の話も、大臣の足の匂いも、臭かったのか。何もかもうんざりなのよ。それに比べて、ここは違うわ。私らしい私でいさせてくれる。ありのままの私を受け入れてくれる。受け入れてない。受け入れない。魔王、いいえ、魔王様。え、私決めたの。何かな。やっぱりあなたと結婚するわ。断る。何よ、あなたが私をここに連れてきたんじゃない。そのとおりだが、そもそもそれが間違いだったのだ。そのからここに居続けたら我が軍は滅び去ってしまうわ。はっきり言って迷惑なのだ。医者と共にさっさとみんなの王国へ帰ればよ。何だろう、かわいそうとは思わない。やっぱりそう思ってたのね。最初の頃に比べてあなたの態度が冷たくなったのはうすうす分かってたの。改め直して。私はただあなたやあなたの部下の壁を持っていろいろ頑張ってきたけど、何をやっても失敗ばかり。あなたがそう思うのは無理やない。レティシアだから私は思ったの。あ、嫌だよ。まずだったらあなたが私のことをもう一度好きになるようにしちゃえばいいってね。リッチのおばあ様から作り方を教わったこれ薬、これを使えばあなたは私に夢中よ。ひぃー、勇者が頼む。私を助けてくれ。持ちこたえられて10分、いや15分こうやって見せる。一気の前に来てくれ。待ちなさい。10分。何がどうなってるわけ。この展開は一体よくわからないけど、魔を助けないと大変なことになりそうですね。どちらにしても私たちは姫様を連れ帰る任務でここへ来たわけですし、でちょっと二人追いかけましょう。一体どうなってるのこれ。おー、セーブまで来ました。ということで引き続き やっていきましょうか。ラストステージ魔王城、残り15分ということで、ご飯休憩を挟みました。レトルトでご飯を食べて力いっぱいというところなんですが、食べ過ぎてすごい体調が悪いです。残り15分やってきます。残り15分ってのは一体何なんだろうね。ちょっとこれはマップ見させてもらおうか。ほうほう、
15ターンってことでいいのかな。うわあわああれだね、ゲロ温泉がある。ゲロ温泉がショップになってる。いや結構長くない、ゲロ温泉めっちゃあるやん。なんだこれ。あここでもう投げ一発で行きたいけど、もうここに、なんか一見の間的なとこがあるのか。さて、現状確認、フィクスドさんと復活があるけど、まあここは振りましょう。うん、1、2、3。あ、コインなんだここ。絶対ここあれでしょう、お金関係ないでしょう。でもあ一応ゲロ温泉があるのか。攻撃アイテム欲しいな。さっき200コインも手に入ったのに40コインって言われてもね。うわちょっとこれ大丈夫なのか。大広間ルート、長廊下ルート、1、2に戻る。うーん、でもここはね、進める方に行きましょうか。右の長廊下ルートで2進むと、でまあこれは40コインもらえない。一発で行きたいけど、1、2、3。バトル、バトルはもうしなくていい。カード欲しいけどね。あーもう仕方ない。どうだ、お前味方だろ。キャーッ、もうおしまいだ。我々魔族はこのままのレティシエ姫に滅ぼされる運命なんだ。自我を失っている。どうやら魔王は私たちに助けを求めているようですが、魔王の配下の中には私たちを認識できなくなっているものも少なくないようですね。ご都合主義で襲われている。襲ってきますよ。正気を取り戻させましょう。おお、でも余裕じゃん。なんだなんだ、バトルはしていった方がいいね。タダでカードもらえると思えば。カードくれ。よし、おいしい。これはおいしい。1、2、3、4、5、6。まだ6はいいかな。バトルでも使えるからね。4、悪くない。いいですよ。ここはどんどん進んでいかないと。OK。で、1、2、3、バトルと、1、2、3、40コイン。普通に振ろう。よし、いいぞ。2、1、40コイン。残り9ターンか。1、2、3。ショップで止まってるべきなのかっていうのはあるよね。4。できれば。くそ。まあいや、いっちゃえ。6。あ、まあ悪くない。ここでは止まらず、こっちで買いよう。どっちがいいもん、アイテムだ。どこかの扉を開けることができる。買っとく？扉なんてあったのかな？意味あるかわからんが、1、2、3、ボス、ボスがいいんだ。じゃあ2とか出ないように、1、2が出ないように、ここはもう鉄道さん俺は使っちゃいます。ボスって誰なんだよお前。狂った誰かなのかな。1、インキュバスかな。はぁ、あ、誰、アフロ誰まさに誰だ。なんだこれ、チェス周りのか。プードル言いやがったな。あっ、わあまさかあいつがこんな姿になって出てくるとは。この姿をプードルと言いやがったな。言いやがったな。わあ大変なことになってる。これはプードルだろう。まだいいや。6。まだ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 、悪くない。5。うわー食らいすぎでしょ。まだ倒せないか。6使っても倒せないから。でもね、なんか一瞬で復活するやつが、使用する。きたー、復活そうだよこれは。デトルトは女神の祝福のカードを使った。温かな光に包まれていく。よし、これで、まあ、2分の1。3はダメかもしれないから、強いからか。いける、俺ならいける。よし。ダメージを残さないけど。おー、いいね、いいね。これ1つ目のボ
でしょう。ジュニアだった。あとは、もうここで、うん、直進だけだ。よし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 。結構遠いね。1、2、3、4、5、6カーブ。まだまだいい、まだいい。うわー、いってー。ダメだダメだダメだ。これユーチューブカーブでダメだ。1、2、3、4、6出しても2、戻っちゃうね。なんかこわ、行こう。よしよし、あ、で2戻るのか。まあまあ4で出したと思えば。カード、これ4出した方がカードもらえるもんな。1、2、3、4、5、6カード1でまだあるから、ここはまだケチろう。6のカード、よし、ナイス、ナイス、いいカード、おー、2個振る、いい、これはいい、結構いいカードきた。あー、待って、ちょっとカード確認、これがね使わなくてよかったな。12振るとサイコロ2振るで 2回振ると6出るカードは、ボス戦が今後あるんだとしたら結構いいよ。ボス戦あんのかな。2、3、4、5、6カードか。まだまだいい。あー、まあまあカードなら、よし、 OK。 2分、1、2、3、4、5、6ゴール。6でゴール出してもいい。でもここで戻るとか、2回休み止まったら最悪だから、これはフェス6使います。よし、 OK。 危なかったね。下手したらゴールできなかった。よし、あるのかな。あ、ランク A、 いいねいいね。勝率も 100% だしな。どうなんだこれ、グッドエンディング見えるかもね。魔王は本当にレティシアの、魔王よりレティシアの方が強いっていうことでいいのかな。魔王はレティシアに剣を出せないからみたいなとこもあるのかな。魔王、おとなしくこれを飲みなさーい。わあ、もうおしまいだー。かわいそうっす。来た来た、やっちゃうぞ。リンが私の薬奪い取ったんだ。助かったのか。なんてことをしてくれたのよ。自由になるための最後のチャンスだったのに。ここを追い出されてしまったら、ビンダード王国に帰るしかないじゃないの。え、そんなやり方はダメだって。何を偉そうに。まさか勇者と、勇者と結婚みたいな。でもそうね、勇者様の言う通りかもしれないわ。誰かに何かをブリジーされるのが嫌で、私はここに留まろうとしていたのに、その嫌なことを私は魔王にしようとしていたのね。勇者様、私王国に帰るわ。お、バトルないのか。おお、帰ってくれるのか。よっぽどやな、お前。よっぽど嫌なの。まずは父、国王と真剣に話し合うわ。その上で今度こそ自分らしく自由で素敵な生き方探してみせるわ。姫様、そうね、お父様ももう年だし、私が国王になるっていうのも悪くないかしら。え、その時はこの国も併合して、魔王も勇者もみんな私の部下ってことでどうかしら。もちろん国王の命令は絶対よ。いつもの BGM だ。そうよ、そうしましょう。そういう時までは早くビンダード王国へ戻りましょう。何やってるの、リサ様、早く行くわよ。おや、おお、レティシア姫は勇者レトルトと妖精のラビーを共に久しぶりに故郷のビンダード王国の王都に帰還しました。その数ヶ月後、魔王はリオネス王に永久不可侵条約を提案しました。魔王が二度と人間の領土は脅かさないから、二度とレティシアを魔王城に近づけるなと鎖国してしまった。女神の後押しもあり、魔王が占拠していた聖地の返還を条件に、人類と魔族の長い長い戦いの歴史に終止符が打たれることになりました。平和にはなったな。時
という経緯があったため、結果的にレティシアが戦争を終結させたように言えないこともなく、何も知らない一般庶民はレティシアのことを英雄姫と呼び、いつまでもいつまでも語り続けたくなりました。嘘、俺じゃないの、英雄はレトルトでしょ。あ、さて事故処理も落ち着いた頃、再び勇者は王都に召喚されましたが、久しぶりにあの勇者レトルトよ、この度の働き実に見事じゃった。記念のおかげでこの王国の財政は破綻。